今ホームセンターに向かってます。でね、めちゃくちゃ眩しいんですけどめちゃくちゃ眩しいですね、これ。あのサングラスをね、この車にまだ実装してないんで、どうしよう、眩しいなめちゃくちゃ眩しいんですけど、今あのホームセンター、あのカインズホームにね向かってます。まあ、ハイエースで行くとこっつったらやっぱカインズホームっすよね。違うか。いや、ホームセンターにはね、何度もお世話になることになると思うんで、まあ、なるべくね騒ぎを起こさないように、起こすわけないんだけど、まあ、本日は挨拶がてら行こうかなというところで今日ね、目的としてはハイエースの床張りをしようと思ってて、そのための木材、合板を買おうと思ってます。合板っていうのはね、合板っていうの後半ちょっとね、漢字弱いんで読み方わかんないんですけど、まあ、こう合板としましょう。合板を買いに行きます。でね、普通の12ミリのベニヤにしようと思ってるんですよね。ベニヤっていうのか、なんかベニヤじゃないね、合板、そう、12ミリのやつにしようと思ってて、1836フィートだっけ、かける910って何フィート、 1.5、 まあぐらいの、1830×910 かな、 1800×900 かもしれないけど、そのぐらいのサイズのやつをまず4枚買おうかなと思ってます。4枚で多分足りると思うんですよね。足らなかったら足らなかったって考えるんですけど、ただあの値段を含めると、もう値段も一緒にその同じやつでやろうと思ってるんですよ。12ミリのやつ、値段をそれでやるともしかしたら足らないかもしれない。うん、最悪足らなかったら足らなかったって考えればいいんで、また買いに行けばいいんで、とりあえずね、今日は4枚それを買うっていうのがミッションですね。そのために今カインズホームに向かってます。まあ、ハイエースめっちゃいい感じですね、マニュアル楽しいっす。レガシーもね、十分楽しいんですけど、これハイエースやっぱディーゼルなんでちょっと感覚が違って、まあ、車の特性もあると思うんですけど、ローギアであんまりスピード出ないんですよね。なんで前の車についていこうと思うと結構頑張らないといけなくて、その辺をなんか試行錯誤するのがやっぱ楽しいですね。新しい車やっぱ楽しいですね。マニュアルに限ります。オートマだとこういう楽しさないんで、マニュアルはいいですね。やっぱどうしても僕マニュアル買えないんですよね。たまに仕事とかでマニュアルじゃなくてオートマ乗るんですけど、何にも面白くないんですよね、運転してて。やっぱり運転が楽しいのはマニュアルだなと思って、まあ、オートマはみんな楽だって言いますけど、まあ、必ずしも楽なのが一番いいと限らないですからね僕はあのマニュアルの方が安全な面もあるなと思ってマニュアルに乗ってるっていうのもあるんですけど、まあ、そこはビビたるあれなんですけどね。やっぱ楽しいからマニュアルに乗るっていうのが一番の理由なんで、なので僕はレガシーもハイエースもマニュアルで乗ってます。着いた。さあ、すぐそこがね、もう木の売ってるとこなんで、木材買ってきます。
ね、買いました。ご飯4つ、4枚、12ミリの。これ多分足りると思うんだけど、どうかな、値段含めると微妙ってさっきも話したと思うんだけど、そんな感じだと思います。楽しみですね。今日は多分作業入れないんで、まあ明日から作業入ろうと思ってます。さあとりあえずじゃあ家まで帰ります。よし、一応切れたんで、運命の一発ジャストが来ればいいですけど、まあ多分微調整しないといけないですけど、一回はめてみます。まあ値段とか後でやるんでね、とりあえずはめるんですけど、これもう OK じゃなくて、まあ値段と、あとこういうところね、こういうところちゃんと穴開けようと思ってるんで、とりあえずはめるだけ、合うかどうか。おいおいおい、単体では完璧だぞ。あとはここだよね、ここ。
汚いな、なんか。さあ、運命の。まあ、そうだよね。そうだよね。うん。まあ、でしょうね。さすがに、ちょっと削らんと無理だ。どこが当たってる？全部。これ削りすぎたら終わるんだよな。ここは当たってない。うん、ここは当たってないから、こっちだな。ここが当たってる。ここを削らないといけない。ちょっとやりすぎたまでなんで、一旦ちょっと今チェックしたとこ削ろう。さあ、微調整成功したか。全体的に1ミリぐらい、1ミリ、2ミリ。よし、やってくる。よし、もう来たはず。うわ、やばい、汚ね。来てるんだけどな、こっち。よし、ちょうどでしょ。来てる来てる。うん、これ絶妙にずれてるけど、まあしゃあないね。そこは最後、あのジグソーでやるとまっすぐ切れないんで、丸ノコで切りたいんで、後日ちょっと微調整して、特にこっちの、こっちね、重ねるんで、こちらしっかりやりたいですね。ひとまず今日はここまでです。綺麗に収まったんで、いいと思います。あとは値段とかやりたいんですけど、一旦このまま置いとこうと思います。オッケー。